い、皆さんこんにちは。本日はですね、この ZVE-00、 こちらはですね、 ZVE 何だと思いますか？まあ、私が持ってるのは10と1だけなので、まあ、どちらかなんですけど、まあそれしかないかどちらかなんですけど、ですね、今日はこちらですね、 ZVE-1 の設定をもろもろ変えております。 4K の 60fps で、スタンダードカラーですね、クリエイティブルック、ピクチャーどちら、クリエイティブスタイル、ちょっとごめんなさい、この辺はあれなんですけど、スタンダードスタイルにしまして、手ブレ補正はですね、アクティブ手ブレ補正にして、今ですね、ダイナミックアクティブじゃなくしております。で、今日はですね、まあ、この設定をですね、 ZVE10 と似たような感じにして、どのような違いが出てくるかなっていうのを、三鷹からですね、吉祥寺に向かって歩いていきながら撮影をしていってみたいと思うんですね。で、今ですね、レンズも似たような構成のものというところで揃えたくて、 GM2 にはなってしまうんですけど、この FE16mm から 35mm のレンズの広角端のアクティブ手ブレ補正ですね、撮影をしてみております。まあ、この映像が、まあ、似たような設定にしながら、どういう風に違ってくるかっていうのを見ていきたいと思ってます。風もなかなか強いんですけど、いかがですかね。はい、このような感じですね。で、一度ですね、この後ダイナミックアクティブ手ブレ補正にしてみたいと思います。はい、こちらはですね、ダイナミックアクティブ手ブレ補正になりました。この後ですね、 ZVE10 にですね、切り替えてですね、撮影してみようと思うので、見比べていただければと思います。まあ、このですね、性能差っていうのはかなり高いと思うんですけど、それほどのですね、価格差から性能差、サイズだとか重さっていうのもいろいろあるじゃないですか。そういうのからですね、この ZVE10 がそこまで劣ってるのか、 E1 の方がやっぱりいいのか、まあ絶対それじゃなきゃダメなのかとかですね、そういうのって人それぞれだと思うので、そういうのをどう捉えるかとかっていうところの参考になると嬉しいなと思いますね。はい、こちらで一度ですね、切り替えようと思います。まあ、あの 4K30fps もちょっと撮っておいた方がいいかなと思うので、この後切り替えてみます。はい、ではでは、こちらは 4K30fps、 結構ですね、 ZVE10 だと、まあ、ちょっと厳しいかなというところになってくる感じなのかなと思います。若干ですね、ズーム等を押してですね、使うと、まあ、使いやすいかなという感じで、ちょっと自撮りをしてみます。よいしょ。はい、自撮りをしてみるとこれぐらい、手はですね、大して伸ばさずにアクティブ手ブレ補正なんですけど、まあ、16mm ですね、 16mm の広角端で撮影するとこのぐらいの感じになってますね。まあ、片手で軽く持ってこれだけ手ブレ補正効くので十分かなと思います。で、こちらがですね、手ブレ補正最強モード、ダイナミックアクティブ手ブレ補正の4K30fps の映像になってますね。で、今日はプログラムオート、もうほとんど全てオートにしてます。で、どういう風に映ってるかというところが大事かなと思いますので、誰でも使いやすいって私とても大事だと思うので、その辺を見ていきたいと思うんですね。で、ちょっとまた自撮りをしてみますね。お、タケノコ。はい、ダイナミックアクティブ手ブレ補正にするとやっぱ画角は狭くなっちゃいますけど、自撮りに使えないほどですね、狭いわけではないので、この辺でもですね、一つ参考になるかなと思います。はい、では変わりまして、こちら ZVE10 に E の10から 20mm までパワーズームのですね、 F4 の G レンズを装着して撮影をしております。で、フル HD60fps もですね、プログラムオート、今回はプログラムオート、オート、ほぼオートにまとめております。こういうですね、設定が細かくできるよとかっていう方はこだわりたいと思うんですけど、こだわりたくない人もいっぱいいると思うので、その辺をですね、今回はちょっとですね、比較していってみようと思ってます。この後ですね、2台並べて撮影もしてみようと思うんですけど、結構どうしようかなと思っちゃってるところもありまして、でもちょっと頑張ってみたいと思いますね。で、今が 4K ではなくフル HD の60fps の、アクティブ手ブレ補正、ダイナミックアクティブは搭載されてないので、まあこれがですね、現実的に一番手ブレ補正の強い状態かなと思います。で、この後ですね、4K の 30fps に戻して撮影してみたいと思います。ただですね、このこんにゃく現象みたいのがあるので、ダイナミックアクティブではないんですけど、このですね、16mm ぐらいが一番ですね、画像としては綺麗なのかなと私は感じております。で、広角端に戻して、はい、ちょっと自撮りもしてみますね。よいしょ。はい、自撮りをしてみるとこんな感じになります。これ ZVE-1 ですね、こんな感じになっております。ともにですね、とってもコンパクトで軽いんですけど、本日の ZVE-1 はですね、GM レンズ持ってきてるので、そこだけがちょっと重たいですね。はい、ではではですね、こちらが 4K30fps、 ZVE-10 の 4K30fps で、
10ミリの広角端、なので15ミリ相当からアクティブ手ブレ補正等々のクロップが入ってこの画角になります。で、感覚としては16ミリぐらいが一番ブレないかなと思うのでちょっと試してみたいんですけど、はい、これぐらいですね。まあこういう映像が撮影できます。これをですね、まあ大きく見て ZV-E1 のまあこう素晴らしい手ブレ補正とですね、超高感度センサーによる映像と、まあ、もろもろというのがどういう風な、10ミリにまず戻して、はい、皆さんですね、評価になるかなっていうところが、価格も全く違うんですけどね、ただこの ZV-E10 がコスパとてもいいと思うので、これで満足ができるかどうかっていうのをですね、見ていただくといいと思うんですね。ではですね、ちょっと自撮りもしてみます。よいしょ。はい、自撮りをしてみますとこれぐらいの画角、まあ、ちょっと狭くなりますけど全然十分ですよね。これ以上のもの求めんだったらやっぱりアクションカムになってくるのかなと思います。母ちゃん、これ何ですか？リンゴジュース。欲しい？欲しい。はい、ターちゃん見せて。すごいね。めっちゃここが熱いよ。はい、ではですね、この後ちょっとですね、荷台持ちをしてうちのですね、三男坊を追っかけてみて並べてですね、映像の比較していってみたいと思います。こういう風にですね、私の影響なのかカメラ好きになったみたいで今ですね、コンパクトなデジカメでですね、いろいろ撮影をしてます。で、このですね、映像の違いっていうのがどうかっていうのをですね、ちょっと見比べていただければと思います。ターちゃん、何してんの？写真撮ってる。写真撮ってる？じゃあ撮ってみて、何か。はい、このような感じですね。はい、こんな感じで楽しんでますね。で、一度ですね、ちょっと E1 をですね、録画ストップします。はい、今ですね、ダイナミックアクティブになっていたので、それをですね、アクティブ手ブレ補正にしてみました。こうすることでまた画角がですね、ガラッと変わるかなと思います。だいぶですね、この広くなりましたよね。まあこのオートの設定下でどこまで変わるかなっていうのをちょっと見比べてみたいな。で、私が適当に歩いてる状態でどうかなっていうのを見ていきたいっていう企画になります。こんな感じですね。で、ちょっとですね、フル HD60 フレームと、まあ走ったりとかっていうのは特にいたしません。フル HD60 フレームと 4K60 フレームに変更してみようと思います。はい、ではですね、こちら ZV-E10 がフル HD の60フレームで、こちらですね、 ZV-E1 がですね、アクティブ手ブレ補正のですね、そうかな、まあアクティブ手ブレ補正のこの 4K60 フレームで収録をしております。写りの方はいかがでしょうか？このような感じになってます。でですね、この後井の頭公園の方行ってですね、今日は次男とですね、長女がですね、買い物しているのでそちらと合流しようと思いますが、その合間でですね、この撮影をしていってみたいと思います。まあ、だいぶですね、サイズ感が違うんですけど、この本来はフルサイズの方は FE の 16mm から 35mm、 F14 の G レンズですね、そちらで比較すべきだと思うんですが、私が持ってないので、まあ、画角面で似ているということでこの GM2 を選びました。まあ大体ですね、一緒ぐらいかなと思います。動画でこう撮影して普通に使うぐらいだったら。ではですね、この後ダイナミックアクティブ手ブレ補正に切り替えてみようと思います。はい、ごめんなさい、逆でした。今までがダイナミックアクティブ手ブレ補正で、今がですね、アクティブ手ブレ補正になってますね。はい、このような感じで映ります。映像の方はいかがでしょうか？まあ、十分に手ブレ補正効いてですね、しっかりと楽しく撮影できるのは分かっているので、あとはその違いですよね。まあ、タオちゃん、これ好きな写真撮っといて。こう見比べると露出の制御が違うかなという印象は、 ZV-E10 の方が明るく映ってるかなという感じが背面液晶程度でなんですけど感じます。こういうところもですね、しっかり見比べていってみたいなと思いますね。今本当適当に歩いて適当に撮ってるだけというか自由度もないので、まあこういう風にですね、映るんですよっていうのを見ていただきたいなという感じになってます。はい、今何撮ったんですか？葉っぱ撮った。なんか良かったの？気になったから。この葉っぱを取ったようです。はい、このようにですね、とっても緑豊かで気持ちのいいところです。このような感じで撮影が
簡単にできるのが Vlog カムのいいところ。ただですね、明確にするのがすごく大事で、アクションカムで十分なのかとかっていうところも考えたらよくて、もしくはアクションカムと併用するですね、万能にですね、この Vlog カムだけで OK と私は考えていなくて、併用してですね、初めて両方ともしっかり楽しめると思っております。なのでですね、その自分の撮影スタイルがどんなのなのかっていうのをですね、明確にしていていただくといいんじゃないかなと思いますね。はい、ではですね、これからちょっとターちゃんにですね、走ってもらって、私が両手に持って軽く追っかけてみたいと思います。本気出すとですね、転ぶので。はい、ではゆっくり走ってください。はい、後ろからですね、走ってみております。人がいなかったのでちょっと試してみようと思ってますね。結構いい加減に走ってるんですけど、映りの方はどうですかね。はい、ありがとう。はい、こちらがですね、フル HD60 フレームのアクティブ手ブレ補正と、4K の60フレームのダイナミックアクティブ手ブレ補正となっておりました。はい、まあこのような感じでですね、今は ZV-E10 のみとなっておりますが、取り比べをしておりました。でですね、まあこの価格差っていうのもやっぱり話さなきゃいけなくて、サイズの差とか重さの差っていうのもあるんですけど、この違いっていうのがそれほどの価格差がまあ、あって買えるのか買いたいのかとか、そういうのをですね、ちょっと考えなきゃいけないんですよね。はい、こちらですね、今この倒木の根っこがあって、ちょっと試してみましょう。ここからこういうふうに、ちょっとこれが超解像ズームになります。まあ、ここまで寄ることができて、まあまあ綺麗かなと思うんですけど、このような感じでうちの子がですね、倒木の根っこを写真撮っておりますが、まあその価格差っていうのがですね、ちょっとまとめてみようと思うんですが、まあ、ざっとした感覚で言うと、まあ、この ZV-E1 のですね、セットって新品でそれぞれ買ったとしても、まあ、20万ぐらいだと思うんですよね。まあ、それでも安いとは思わないですけど、ただ20万だと ZV-E1 の本体も買えないんですよ。その差をですね、どう捉えるか考えるかってすごく大事で、で ZV-E10 の M2 がおそらく出てきて、その性能がどうかっていうのもですね、すごく大事なことだと思うんです。この価格で使うか、そもそもですね、使いこなせるかとか、買うことによって満足楽しむっていうのもすごく大事なんですけど、止まらないですね、止まった。そういうのをですね、ちゃんとまとめていかなきゃいけない、自分が何を欲しいかっていうのをですね、しっかりと考えていかなきゃいけないことかなと思います。はい、もうこの倒木の方に来てみましたが、こんな感じになってますね。で、まあ、例えばなんですけど、こういうふうにですね、持ち歩いて動画を撮るよっていうのも、正直、まあ、アクションカムでできないんですかっていうと、アクションカムの方が多分綺麗なんですよ。まあ、こう雰囲気だとかですね、オートフォーカス、まあ、例えばこうパッパッと出した時の印象とかっていうのは全然違うと思いますよ。ただそれが全くこうアクションカムじゃできないのかとか、そういうのを考えるとできる。だから私はですね、たびたび言っておりますが、その使い分けることによって価値をですね、さらに高めることもできるんですよっていうのも考えて、今後ですね、このカメラとの付き合い方ってまとめていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。まあ、さらにですね、スマートフォンとかも加わりますよね。写真をすごく綺麗に撮れますよっていうのも、カメラの専売特許じゃなくなってきてるのが最近なので、スマホもですね、ものすごく良くなってきているのが昨今。そういうのを考えると、まあこういう写真や動画を撮る機械との付き合い方とか、そのセットとかっていうのをどういう風にしていくかなっていうのもすごく考えていかなきゃいけないなというのを、まあいろいろ写真や動画を楽しんだり撮影している人たちと話していて感じております。はい、ではですね、このように写真を比較していきたいと思います。左側が ZV-10、右側が ZV-E1 となっております。似たようなですね、こういう撮影の仕方をですね、プログラムモードでしてみたんですけど、まあ、よっぽどですね、暗いだとか、そういうコンディションじゃない限りですね、大きな差は出ない。ZV-E10 も十分綺麗に撮影できてるんじゃないかなと思います。まあ、この辺はですね、好みやレンズの選択肢というところで変わってくるかな。で、ここからですね、ZV-E1 の写真をまずですね、この大きい画面で見ていただいてるんですが、このように撮影できております。やはりですね、このボケ感っていうのはとっても自然だし、あとやっぱりですね、こう編集をしていくとダイナミックレンジの広さっていうのもですね、ちょっと差があるかなとは感じておりますが、ただですね、でここからですね、 ZV-E10 の写真となっております。まあこのようにですね、しっかりとしたコンディションの下ではそこまで差があるかなっていうのはですね、背景のボケ感を除いて私はですね、あんまりないんじゃないかなというか、 ZV-E10 もとっても綺麗に撮影できてるなと思いますね。まあ、今回はですね、あくまでパシャパシャと、まあ、私がですね、子供とお散歩をしながらですね、撮影してきた写真になりますので、一
つも参考としていただければと思います。もう超広角のレンズ同士で、まあ、片方は GM レンズでもう片方は G レンズとなっているんですが、ともにですねその綺麗な写真を撮るというところではとてもですね素晴らしいレンズたちでして、もうさらにですねこの E10 に装着している EPZ10 から 20mm のレンズの方というのはコンパクトで軽量ですね、とても使いやすいです。で価格も先ほどの表を見ていただくと分かるんですけどだいぶ差がありますね。はい、このようなですね写真たちを撮影して子供とですねお散歩してきました。こちらのチャンネルでですねこのようにですけど私が感じたことをですね素直に話しておりますので、よかったらですねスーパーサンクスやメンバーシップで応援いただけますととっても嬉しく思いますのでよろしくお願いいたします。写真もですね動画もですねこういう風に楽しむってことが大事というのをですねしっかりとお伝えできてしていけるといいなと思っております。はい、ではですね最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあバイバーイ。